吉谷さん、本当に儲かる方法何で人に教えるんですかという問いに対して、まあ、吉田さんの動画を見せてもらったんですけどもあの結局ねその質問を投げかけた人としばらくねお話をすることができたんであのいろいろと考え聞いてみたんですけどもね、まあ、まとめて言うと私は逆に質問してみたんですよ。本当に儲かる方法を知ってるのになんで人に教えないんですかあなたはって言ったんですよね。 そしたら、その方法を言って、文句が来るのが怖いし、第一ね、知らせる人が特にいないんですっていう感じなんですよ。じゃあまあそこが問題ですよね、と。自分がこんないい方法、こんないい情報を知らせる、その、知らせたい人がいない、お父さんお母さん知らせないんですかお友達や普段関わっている方、いないんですかってことなんですよね。 その方は基本的に、だから人間関係がそんなないらしいんですよね。で、私の動画を見て、まあ、そっか塾に入ったりとか、いろいろしてくれたんですけども、やっぱり思ったらしいんですよ。儲かる方法、儲かる方法って久保さんやけど、全然、いろんな情報を教えてもらったけど、僕は全然儲かってないんですよ。塾費用もだから3万円から払えてないし、なんなら3万円ですら高く感じてきますと。お金返して欲しいなって思うようになったんですよ。 で久保さんはいろんな情報を流してるけど、全然稼ぎませんよっていうわけですよ。ちょっと待ってよと。あのね、情報を受け取って、それで稼げるわけないでしょ。ね。いやー、何を例えればいいのかね。じゃあ、あなたはゲームが好きでしょって、まあ、ゲームの話をよくする方なんでね。ゲーム好きですよね。ゲーム結構するでしょ今日もしてたでしょスマホゲームとかやってたでしょいうわけなんですよ。はい、ゲーム好きなんですよ。 じゃあね、ゲームの攻略法を私が100百200ペン教えたところで、それを全く活用しなかったとしたら、そのゲームに攻略できますどうですかうーん、多分できると思うけどゲーム好きなんで、時間かかるかもしれないですよね。そうでしょだから、情報があることによって攻略しやすくなるんですよ。それを、ゲームを お金のゲーム、マネーゲームに入れ替えてみるマネーゲーゲムって言い方がちょっといやらしい全員何千人間ついてるんで、まあ、お金のビジネスのことだと捉えてくださいとじゃあ本当に儲かる方法これからねまた改めてお話ししますよあなたがどこかの会社に入りました出世すれば資格を取ればお給料がプラスアルファで上がっていくよっていう風なね そんな決まりのある会社。ほとんどがそういう決まりだと思いますけども、やっぱね、一般社員よりも係長、係長よりも課長、課長よりも部長みたいな感じで、役職上がったら給料上がるでしょっったら。いや、久保さん、そんなこと分かってますよ、と。それがなんで儲かる方法なんですかだから、一般社員から係長になれば儲かるでしょだから、会社員として儲かるにはどうすればいいかっていう質問に、私もあなたも答えれるんですよ。それは、出世すること。 役職係を上げていくことでしょそうですねってわけなんですよでしょビジネスの世界ではそうなんですよじゃあ一般社員と係長どっちがキャリアがあるもしくはどっちが能力があると思いますかそれは係長でしょってわけですよなんでですかって言ったら一般社員がいろいろ質問した時に係長が答えられなかったら信頼なくすから係長になってるわけないですよねそうなんですよ いろんなね、一般社員が稼げる方法とかお客さんとトラブっても解決する方法とかっていうのを本当に教えてるからなんですよしかもそれが効き目があるからでしょそれは分かりますってわけなんですよじゃあねお金の問題に関してどうやったら稼げるかってことを私が教えますよねあなたが「なるほど」って言って終わってたら稼げますね誰かに「なるほど」って言わせないと その私があなたに伝えてなるほどって言った方法をいろんなトラブルとか停滞する場面で使っていかないとっていうことなんですよ。じゃあ他の例があります。まあ、ダイエットの方法。ね。こうやったら痩せるよっていう方法を私が教えます。あなたがそれをやらずに痩せることできますかあ、わかりやすいですって言ったんですよね。でしょと。適切な例えだと思うんですけども、どれだけね、ダイエットの方法を私が教えたところで、あなたがそれをやらなければ、あなたが痩せることはないんですよ。 ね、もし痩せれるんだったら別に私の指導を受ける必要ないでしょ。だから自力でできないから私にとこに来たわけでしょ。じゃあ私があなたにお伝えしていることは私がやってきたこともしくは成功した人がやったことなんでその情報をあなたに提供したんでその情報を使って効果を出すのはあなたの役目ですよ。と私じゃないですよ。だから本当に稼げるんですかって聞いた時に本当に稼ぐんですかって私は聞くんですよ。<laughs> 本当に稼ぐんですか <laughs> はい、稼ぎたいです。うん、じゃあ、やらないと。商品作らないと。集客しないと。売らないと。何かやりました。商品作りました。集客しました。セールスしました。何かやりましたが。何もやってません。でも売れないよね。って感じですよね。でも、何回も言いますけども、売る人がいないんです。知り合いがいないんです。っていうわけですよね。うん。だから集客ですよ。だから集客。あなたがここにいるよ。と こんな商品持ってるよーって、あなたが言うことによって、インターネットを通じてね、新しいつながりできるじゃないですか。アクセス取れるじゃないですか。なんか、YouTube か、ブログかなんかで発信してますって言ったら、あ、してないんですよ。誰と、誰と知り合うんですかと、発信もせずに。家の中からね、出かけもせずに、どうやって、誰かとつながるんですか、うん、そしたらね、極めつけですよ、最後。 その方が言うにはね、いや僕はいろんな YouTube を見て、いろんな人を知ってますと。久保さんのこともだから知ることになったんですよ。その他にも、青白王子知ってますと。与沢つさん知ってますと。堀江門知ってますと。いろいろ名前言うわけですよ。で、何々さんがこう言った、誰ぞさんがそう言ったとかね、この前何とかさんがドバイに行ったとか言うわけですよ。うん。確かに知ってるけど、向こうはあなたを知ってるんですかもしくは、 堀江さんや青汁王子にあなたは商品を売るんですかあそうですね」とか言ってましたねだからあなたは自分が見上げるような人に商品を売ってるから難しいんですよそうじゃない例えばねモッピーっていうポイントサイトを教えたでしょとそれであなたは稼いだでしょじゃあモッピーを知らない人とかモッピーはやってるんだけどもあなた以上に稼いだことがない人とつながってみてください どうやってそういう人を探すんですかモッピーで1週間で10万円売った方法、稼いだ方法みたいなタイトルつければ、1週間で10万円いってない人はあなたの記事に注目するでしょわーわかりやすいでしょ教えたじゃないですかみたいなね。何なんですかねこのやりとりは。<laughs> まあ面白いんでね。何遍も何遍もこういうことね。人を変え、時期を変え、同じことをずっと言ってきて、早8年ですよ。乾杯。 さあこの動画ご覧になった方自分にも当てはまってないかよく考えてみてください商品作ってない集客してないセールスしてないこれこの3つをもがれたらもしくはこの3つのうち1つでも2つでももがれたら私でも売り上げゼロですよ、うん、バカにするんだって話ですよだから <laughs> やることやりましょうねいってらっしゃい